皆様こんばんは。今日は高寿命会場ご来場いただきましてありがとうございます。2月25日まで今年のランタンフェスティバル4年ぶりの開催と通常開催ということですけど、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。はい、この高寿命の会場は他の会場とちょっと違いまして、賑やかさには欠けるんですが、この暖かい赤いランタン楽しんでいただける会場じゃないかなと思います。さあ、そしてこれからはこのランタンの光に包まれてぴったりの音色をお届けしてまいります。2個の演奏をこれから皆さんにもお楽しみいただきたいと思います。今日出演してくださいますのは、ルリという2個のグループの皆さんです。通常お教室ではですね、30名ほどで活動されているということで、長崎市内のコンサートやイベントにも出演をされております。中国の名曲や昭和から令和まで、さまざまな曲を2個を通して楽しんでいらっしゃいます。今日は2個だけではなく三線とのコラボもあるということで、ぜひ素敵な音色最後までお楽しみください。それではルリの皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは、ルリです。1曲目はですね、ランタンにちなんで、2個の方で、田村健志郎一人でまずは演奏いたします。NHK ですかね、の方かな。で、毎週土曜日に、ごめんなさい、日テレ系です。薬屋の独り言というアニメがあってるのをご存知ですか。こういう高級、こういう神殿みたいな感じのところでですね、舞台にして薬剤師が毒脈しながら魔王っていう女の子が、さまざまな難事件を解決している、アニメです。ぜひそのオープニングテーマを今から披露したいと思います。花になって、どうぞ。釣り屋の独り言見られた方いらっしゃいませんか。アニメ、意外とですね。あちらにいらっしゃいます。よかった。またとってもイケメンなですね、観覧さんとかも出ますので、ぜひ見られてみてください。で、続きましては、ちょうどこの時間に演奏できてよかったんですけど、長崎にですね、バック川口さんという方がおいでなんですが、その方から許可を得まして、演奏することができました、ランタン明かりというのを、同じく田村健志郎一人で演奏してみたいと思います。
今のはランタン明かりともう一つ何でしたか。カラバチ宇宙という曲をコラボしておりました。ちなみにですね、最初、花になってを弾いた時の、楽器が、少し大きめの中古という楽器で、他の会場ではなかなか聴くことができないかなと思うんですけども、ちょっと低い音を出す曲、楽器を使いました。今使っているのは、隣の生徒さんと一緒のニコという楽器で2曲お届けいたしました。ここからは、三線と一緒にやってまいりますので、ぜひ手拍子とか掛け声とかいただけると幸せかなと思っています。では皆さん、アサドヤユンタを演奏しましょうね。よろしくお願いします。続きましてはですね、今度はメドレーをお送りしたいと思います。皆さんもよくご存知の曲なんですけど、キラキラ星とかハマチドリとか出てまいりますので、続けてお送りいたします。
局蘇州夜曲とオーラリーゾンです。私たち自身もラッキーです。なぜならば昨日はですね、たくさん人もお集まりだったんですけど、風がひどくてですね、楽譜も何でも全部飛んでいってしまいました。今日はちょっとだけ寒いんですけど、皆様とほっこり過ごせてて私たちも幸せでございます。見ていただいてありがとうございます。続きましてはですね、またもやメドレー2曲、沖縄の曲をお送りしたいと思います。はじめに四万十の宝、2曲目に芭蕉譜をお送りして、三振チームは、退散したいと思っております。田村健志郎のみで演奏をその後行いたいと思っています。
ありがとうございました。この後はですね、長崎の曲ではないんですけれども、チャイナタウンっていうのをテーマにしたメドレー3曲をお送りしたいと思います。誰と誰と誰でしたか？皆さんよくご存知なのは矢沢さんのチャイナタウンと、あと矢沢さんのフライデーチャイナタウンが有名かと思いますけれども、ユーミンさんのミスティチャイナタウンの3曲メドレーで最後にお送りいたします。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。この後も楽しい演奏など、あ、違いますね、楽しいの物よしがいろいろとございますので、ぜひ温かくして、楽しんで帰られてください。今日はどうもありがとうございました。ルリでした。ニコの演奏、ニコグループルリの皆様でした。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。